はい、ですみません、改めまして、私 DBCLS というところから来ました小野弘正と申します。で、今日はですね、午後2つ目はですね、遺伝子発現データベース、またそれ遺伝子発現のデータを解析する、まあ、ツールについて、まあ、かなりそのジェネラルな話を基本的にはしたいと思います。で、午前中、NBTC の話 と、あと、次世代シーケンサーの話があったと思うんですけれども、そうちょっとさっき聞きそびれてしまったんですけど、実際あの皆さんの中で、NGS をもうバリバリ今もうラボで使ってるよっていう方は、で自分で解析してるよっていう方はどのぐらいちなみにいらっしゃるのかなと。だいたい 5,6 人いらっしゃった。じゃあ、NGS ではないけれども、例えばじゃあ自分でマイクロアレイをやってるよとか過去やってたよとかっていう方っていうのは、あ、そうするともう少し増える感じですね。じゃあ、マイクロアレイなんてとんでもないよっていう、もう例えばもう一個一個遺伝子見てるよって、まあ、別にそれはいいとか悪いとかではなくてですね、あのそのフォーカスの仕方なんですけど、まあ、そういう方はじゃあ残りはそういうような感じなんですかね、イメージとしてはっていう感じでいいですかね。ちょっとそれによって喋り方というか、そのどう皆さんにお伝えするかっていうのはちょっと変わってきますので、で、ちょっとそういうスタンスで話をしたいと思います。で、ですね、このページたどり着けてない方はいらっしゃ、大丈夫ですか。あ、というのはどういう状態でしょう。信州大学の周りです。信州大学は、それはちょっとちょっと私には何ともしがたいんですが、じゃあちょっと皆さんちょっとお待ちください。で、まあ、あの見れてる方はちょっとざーっと見ていただいてですね、今日こんなことやるんだなっていうのが、で結構盛りだくさんの内容なんですけど、実際に今ハンズオンで手を今回動かしてもらうと思うんですけど、それはあの実習って書いてある部分を一応予定しています。で、過去あの参考とか書いてあるのがあるんですけど、これも過去の講習会でいろいろ紹介したものなんですけれども、ちょっとまあ込み入ってるっていうか、少しもう複雑性が増すところでもありますので、まあ、今回講習受けられて、あ、ちょっと面白そうだなとか、ちょっと自分の実験の参考になりそうだなっていうふうに感じられた方は、ちょっとこの辺見ていただくとよろしいのかなという意味で、載せてあります。それで、私ですね、ここにリンクがありますけれども、まあ、どういう人間かっていうのはここに一応書いてありますので、ご覧ください。私もあの先ほど午前中紹介していたあの中里と同じくですね、もともとウェットで実験していて、まあ、いろいろあってっていうところで、そういう人間ですので、あのそんなになんていうんですかね、コンピューターばっかっていう感じではないです。なので、ですね、まあ、基本的に今回はなんて言うんでしょう、よく僕ら揶揄して言うんですけど、そのコピペ系バイオインフォマティクスっていうんですかね、いわゆるそのさっきあの中里さんが喋ってたところで、その呪文を唱えるとかっていう、なんかわけわかんないのがいっぱい書いてあったじゃないですか。ああいうのを見ると皆さんどうでしょう、こう目を背けたくなるっていうか、そのあ、私は違う分野だとかって思っちゃうかと思うんですけど、まあ、あのそれも一つのやり方ですし、もう一つはまあ今結構そのウェブツールとかがかなりなんていうんですかね、よくなってきていて、まあ、コピペというか、まあ、コピペをしたり、あとはもうクリックポチポチしていくだけで、結構もうほんの5年前にはできなかったようなことが割とこう簡単に実現できるようになってきているので、まあ、その辺のそのなんていうんですかね、匂いというか、あなんだちょっと食わず嫌いだったけどいけるんじゃないかみたいな、そういうところを感じ取っていただければ、今日ここに来ていただいた成果なのかなというふうに思います。それで、ですね、まあ、講習に関してっていうことで、この辺まあ再三ちょっと申し上げてるんですけれども、みんなで同時にアクセスすると、なんていうの、いとも簡単にサイトというのは落ちてしまうんですね。で、Yahoo とか Google とかはですね、ものすごいえげつないマシーンがありますので、世界中で同時にアクセスしても大して変わらないんですけど、我々のはですね、そこまで、まあ、利用者もまだ多くないところもあるんですけど、まあ、50人ぐらいで一斉にやるともうダメだっていう場合もまあまあありますので、まあ、ちょっと一応こういうことをご留意ください。
で、ここ再三私申し上げましたが、できそうな方はもうどんどんやってください。でどんどんやってもっとですね、周りの方困ってる方いたら助けてあげるというようなぐらいちょっとやっていただければ分かる方お願いします。でいろいろいろんなサイトをこう股にかけていくんですけど、まあ、サイトの反応が悪い時はですね、タイミングをずらす、待ってください、ちょっとそれで繋がんないなと思ってこう連打をされる方いらっしゃるんですけど、ますます遅くなるだけなので、ここに書いてあるんですけど、大らかな気持ちで臨んでいただければと思います。で、まあ、今ここでできなくてもですね、帰ったらできるように講習資料になってます。でいわゆるその料理のレシピとか、まあ、実験のプロトコルと一緒で、一番何でしょう、油を入れますとか、そういうふうにこのレジュメを組んでありますので、今日今わけわかんなくてもですね、もっと落ち着いた環境でラボに帰ってからやっていただくのも十分構いません。それでこれ重要なことで、わからないことがあったら挙手にてスタッフに質問してくださいということで、わかんないと本当にわかんなくなっちゃうので遠慮は無用ですということで、わかんない人のために講習会をやっておりますので、ぜひですね、どんどんインタラクトしてください。はい、ということで、そうですね、でこの講習なんですけれども、今回私が喋ってるのも今録画をしてますし、過去に喋った講習会の、動画もありますので、まあ、似たようなこと喋ってるんですけど、まあ、その時その時で時事ネタとかもありますので、まあ、いろいろ変わってるんですけれども、まあ、そういうのを復習するっていう場合には、まあ、動画で見たいよっていう方もいらっしゃいますし、まあ、まあ別に僕が喋ってなくてもですね、レジュメだけあればいいよっていう方もいらっしゃいますので、まあ、いろんな何て言うんでしょう、データベースというかこういう資料ですね、教材がありますので、ぜひご活用いただければなと思います。それで、今回はですね、今回はですねその発言データとかっていうものなんですけど、まあ、統合 TV の中にもこういう発言制御解析っていう、カテゴリーがありまして、まあ、こんなようなですね、ちょっとなんかうまいことですね、こんな感じでですね、まあ、遺伝子発現とか遺伝発現制御するにはいろいろなその要素があるんですけども、まあ、大体このぐらいにこう分類を今緩くしています。で、まあ、次世代シーケンサーの解析は先ほど中里が紹介をしたんですけど、まあ、それ以外にもうちょっと例えばじゃあ遺伝子発現を網羅的に調べたいとか、例えば、遺伝子を機能的に分類したいとか、まあ、こんなようなことがその、まあ、NGS に関わらず、まあ、何でしょう、人間がこう一個一個ポチ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 ですねクリックしてやっていくのは、まあ、根性で例えば1000個やれって言ったらできないことはないんでしょうけど、例えば右腕がつっちゃうぐらいこうねクリックできないみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、そこをうまくそのウェブツールですとかデータベースを使うと1000個とか2000個ぐらいだったら全然余裕なんですよね。なので、まあ、そんなような今回ツールを紹介していきますし、そのものについてはこの中に統合 TV の中に、番組として作っていますので、まあ、今回紹介する以外にちょっとピンとこなかったなと思ったらもう少しこの辺を見ていただくと、もしかしたらご自身で興味のあるものが見つかるかもしれません。で見つからない場合はぜひともですね、リクエストをしていただければなと思います。で私統合 TV をこう編集する立場にありますので、まあ、もちろんメールを送っていただいても構いませんし、今日後で「いや実はこんなのがないんだけどどう?」みたいなリクエストをいただけますと非常にありがたいです。はい、ちょっと前提がずっと長いんですけど、さあいざ講習その前にということで、まあ、最後ですこれ、講習内容をスムーズに理解するために押さえておくと良い基礎知識っていうのがやっぱありまして、ちょっと僕らID とかの話を結構しれっとしちゃうんですけど、なかなかその皆さん何それっていう場合が結構ありまして、そういう場合はですねちょっと過去の講習会で、まあ、その辺のここは押さえておきたい基礎知識みたいなのをですね紹介している回があります。なのでちょっとこの辺をですね何言ってるか分かんねえな何書いてあるか分かんねえなと思ったらちょっとこの辺を見ていただくともしかしたらヒントがあるかもしれません。
でここに書いてあるのが、例えばまあ遺伝子を探すにはどうしたらいいかみたいな、まあ、非常にベーシックな話なんですけど、まあ、そこからまあ遺伝子を探す次に、じゃあこれ遺伝子 ID ってあるけれども、まあ、果たして ID って言った時に何を指しているのか、何のことを言っているのかみたいなのがあると思いますけど、まあ、その辺のかなりジェネラルな話がここに書いてあります、まあ、有名なものですと、このレフセック、レフシークとかいう ID、 この辺は有名ですけど、あとジェンバンクとか、これそれぞれ何が違うのかとか、あとシンボルとかジン ID とかあるけど、これはどう違うのかみたいな話がですね、まあ、まあこれだけでも1日結構話せるぐらい結構深いところなんですけど、まあ、その辺をこうおさらいができるようになっていますので、ちょっとこの辺をですね、見ていただければなと思います。はい、ということで、今何でしたっけ。はい、じゃあ、時間がですね、14時、確か20分までだったと思うんで、あと1時間ちょっとあるんですけれども、まずですね、今日大きく2つ、なんていうんですかね、モチベーションがあるケースを想定してやっていきたいと思います。でまず1つ目は、一個一個の遺伝子、皆さんその研究されている中で、こうなんていうんですかね、ターゲットにしている遺伝子っていくつかこう皆さんあると思うんですけど、まあ、そういった個々の一個一個の遺伝子の例えば発現プロファイルを調べるにはどうしたらいい。まあ、例えば論文とかを読んでいて、まあ、自分のね、ターゲットにしている遺伝子だったら多分もう、全部知ってると思うんですけど、ちょっとじゃ あの関連論文とかを読んだ時に、ね、なんか見聞きしたことがない、よく知らない、馴染みのない遺伝子が出てきた時に、それがどういうふうにこう関係しているのかとかっていうのを、考える材料として、まあ、やっぱり一つはそのこういう大規模なデータの発現プロファイルを、まあ、調べられればなんか良さそうな感じがしますよね。でそれの、まあ、どういう調べ方、またはどういうデータベースを見ればいいのかっていうのを、まあ、僕らの独断と偏見でですね、紹介をしたいというふうに思います。それで最初はですね、こういうものを紹介したいと思います。これ REFEX と呼びます。リファレンスエクスプレッションデータセットというものがありまして、これは何を隠そう、我々が、開発維持管理をしています。で、ですね、これ何ができるかというとですね、まあ、一言で言えば、人とマウスとラット、まあ、いわゆるメジャーなモデル生物ですけど、まあ、この3つの生物種の、実験が4つ、異なる実験手法を並列にこう並べてですね、かつ何を並べているかというと、そのおよそ40種類ぐらいの普通の正常組織、正常臓器、体のですね、における遺伝子発現のデータを、まあ、一覧できる、俯瞰できるよっていう、そういうようなデータベースです。で、まあ、早速こちら見ていただいてですね、基本的にはすごく何て言うんでしょう、まあ、すぐ使えるように作っておりますが、このようにですね、非常に皆さん真面目に講習受けていただいたせいもあってですね、接続が難しい状態になっております。これは取りも直さず皆さんがアクセスをしてくださっているということなんですけど、まあ、こういうことになるわけです。なので、まあ、こうなった時は、おおらかな気持ちでですね、ちょっと待っていただいて、ほとぼりが冷めた頃に接続されると思いますので、先に僕はちょっと口頭で説明をしたいと思います。で、つながった方は適当に進めてポチポチやっていただけるとですね、使えるようになってますので、やっていただければなと思います。でこれ何かっていうとですね、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、正常組織と臓器だけなんですけど、その遺伝子発現状況を、まあ、クリックベースで、先ほどコピペ系とかクリック系とかって言ったんですけど、まあ、クリックしていくだけで、いろんな大規模データを、発現状況を、まあ、もう一目で見れると、まあ、そういうところをコンセプトにして作っています。で、その大規模データ発現情報って言った時に、まあ、なんでそんなことやるのかっていうところなんですけど、まあ、やっぱり私なんかも自分で実験をしてた頃に思ってたことで、やっぱりその論文を読んでいて見かけたこう馴染みのない遺伝子がどの組織臓器で発現しているのかとか、まあ、あとは自分のターゲットにしている遺伝子とどう差があるのかとかっていうのを、例えばそれは論文に書いてはあるんですけど、それは論文の著者たちが例えば、ね、自分で実験をしてそこから類推をした
事実であって、あの論文の記述なんですけども、そうではなくてバイアスがない、あの、ね、ターゲットを絞って発言状況を見たのではなくて、かなりこうワイドに測定した実際のデータから、研究者自身の目でですね、その発言の状況を見るっていうのは一つ、この今までの午前中の話なんかもありましたけれども、いろんなデータがそのシェアされて、あの自由に使える状況になっている昨今ですね、あのこういうことが簡単にできるように実はなっています。ということで、その一つの実例として、あのこのレフェックスをですね、使っていただければなと思います。でこの辺はまあ、あのちょっと宣伝文句がいろいろ書いてあるんですけども、あの非常に簡単に使えるよっていうのが一つ売りです。でよくやられるのがですね、あの組織特異的遺伝子ってよくやるじゃないですか。肝臓で特異的に出ているとか、心臓で特異的に出ているとか、まあ、そんなような話をよくあのウェット系 の, あの実験研究者の方が言われると思うんですけど、それを実はですね、僕らはあの生データから独自にですね、あの計算をしまして、それを一発でこうポチッと押すだけでできるようにしています。これ一つ売りでなんですけど、まだ繋がらないですね、これ。繋がってる方、繋がってない方っていらっしゃいますか？まだ全然。そんなです。おかしいな。前30人ぐらいでやった時はね、結構普通に行ったんですけど、ダメですね。まあ、そんな時のためにですね、あの先にもちょっと言っちゃいますけど、統合 TV を見るというのが一つ手段です。で、統合 TV もですね、我々の脆弱なサーバーで運営をしてますので、こんな時にですね、Google 様があの運営をされている YouTube、これが非常に便利です。で、つながらないという方はですね、ちょっと雰囲気だけつかんでいただくために、このリンクを開くとですね、統合 TV のこういうページが出てまいります。これ YouTube 視点です。なので、ここにですね、レフェックスとかって入れます。レフェックス。だけでね、統合 TV。出てきましたね。これです。これが、レフェックスでございます。でこちらが落ちることはあのよっぽどかあの何かないとないので、あのこちらをこういう場合は使います。でトップページはこういう、こっちで紹介していますけど、トップページはこんな風なんですね、あのインターフェースになっていて、まあ、単純なキーワード検索と、ここに、まあ、あのターンを入れていただくとですね、あの先ほどあの横断検索でもありましたけど、あの4文字以降はですね、あの自動でサジェストをしてくれて、正確な遺伝子名を入れる必要はありません。まあ、それ以外にもあのシンボル、ジーンシンボルとかを入れていただくだけでも構いません。でその下にですね、こう、まあ、かなりあの押している機能がある、この組織特異的に発現する遺伝子を見るっていうふうに、今この大きなですね、まあ、大きく分けて十分類の体の臓器の集まりがあるんですけど、この画像をですね、こうマウスオーバーするとさらに細かい分類が出てきます。例えば脳だと、さらに例えば大脳とか小脳とか、脳幹とかっていうふうに細かいその分類があるわけですけれども、それが出てきて、それをポチッと押すとですね、そこで特異的に発現していると、生データからはあの推測されるデータを一覧することができます。ちょっとですね、そう、なんかダメですね、完全に沈黙しています。なんかトラブった系ですか？ちょっと困っちゃいますね。こんなに落ちるあれじゃないんですけど、でこれを実際使ってですね、実習してもらおうと思ったんですけど、ちょっと難しそうですね。あ、そう、いいですね、音出してもらっても構わないんですけど、ちょっとすいません、あの音がね、BGM が入っておりますけれども、まあ、これで見ていくとですね、じゃあもうちょっと、進めていくとですね、どの辺だろう、組織特異的なのはですね、あ、この辺ですね。大体2分48秒ぐらいからですね、あのこの組織特異的遺伝子の説明をして
いるところですけれども、これ細かい話をするとどうやって出してんだ、本当に組織得意的なのかとか言われちゃうんですけれども、まあ、細かい方、知りたい方はちょっとウェブサイトに書いてありますので、ちょっと見ていただいてですね、まあ、ざっくり言うと、その、なんていうんですか、組織得意的っていうのは、他の組織で全然出てないんだけど、ある組織だけでバンとこう発言が高い、まあ、つまりは、この値って外れ値なんですよね。本来なら、外れ値でこうカットされそうなものを見つけていくような、そういうですね、計算方法がありまして、まあ、それをうまく使うことで、こういう組織得意的遺伝子なんじゃないかっていうのを簡単に出せるようなものがありますので、それを活用してですね、我々の方で独自に算出をしています。それで、こんな感じですね。これ今肝臓なんですけど、こんな風にここにマウスを押すと肝臓の絵が出てきますので、この肝臓のところをクリックします。そうするとですね、次の画面で、こんな感じで、これですね、こっち他の臓器で全然出てないんですけれども、肝臓だけでこうバーッと高いと、でなんか名前を見ると、それっぽい感じのものが出てきているよというのが分かると思います。で、あとはですね、そうですね、直感的な可視化って書いてあるんですけど、今ご覧になったので出てくるんですけど、こういう人体のマップが検索結果に出てきます。でこれは、ですね、何を使っているかっていうと、これも DBCLS で開発をしたボディーパーツ 3D っていうですね、解剖学 の, そういう人体のデータをですね、我々が独自にこう書き起こしまして、3D でこう再現するっていう、そんなような取り組みもやっておりました。でそれの、二次活用というんですかね、中で開発したものなんですけれども、我々のこういう発現人体の臓器のデータなので、それを人体の 3D マップにですね、で発現データをマッピングしているわけです。で今回これの例だと肝臓特異的なわけなので、こう肝臓が赤くなっているわけです。で、肝臓だったら皆さん医学部の方なので、肝臓なんかは誰でも分かるよって話なんですけど、もう少し一般の人になるとですね、もう少しちょっと何でしょう、腎臓とか副腎とか、なんかこうちょっとマイナーになってくると、それどこにあるんだっけみたいな話になった時にですね、ある程度こう直感的に、この辺で出てるんだなみたいなのがパッと見た時に見えればいいかなっていうので、こういうのを採用しています。それとですね、あとはこの辺もちょっと実習でやろうかと思ってたんですけど、リスト機能っていうのがあってですね、これも実際に自分で使えると、ちょっと来ましたね、ちょっとどうでしょう、皆さんの方でもちょっと画像がまだ読み込まれてないんですけど、こんな感じで出てきつつあるのではないかと思いますが、ここで焦ってクリックをするとまたちょっとあれになるの でリスト機能っていうのが実はありまして、これ一個一個我々のサービスで遺伝子見れるんですけれども、よく何でしょう、やっぱり比較をしたいんですよね、我々ね、いろんな1個あれば2個と比較したいし、2個あれば3個と比較をしたい、これ実装はですね、皆さん価格 .com とかで電化製品比較されますよね。あれは結構その細かい値段だとか、スペックだとかを非常にこう横で細かく比較できると思うんですけど、あれの発想で、あれの遺伝子版みたいな、そんな風に考えていただければいいなと思います。でちょっとこれも紹介をしたいんですが、今まだできないので、ですね、こんな感じですね。一個一個こう検索結果が出るんですけど、それをチェックをしていくとですね、カートみたいなのにこう追加されていくわけです。で追加されたものをですね、最大ちょっと今スペースの関係で3つしかできないんですけど、3つをですね、こんな感じで、先ほど言ったボディーパーツ 3D の人体のマップをもちろんこう、今回はこれ肝臓特異的遺伝子を3つ比較してるんで大して大差ないんですけど、こんなようなものからですね、発現のデータですね、この、細かいデータはこれ 最大40個って話をしたんですけど、検索結果一覧では 10分類しか出てこないので、なかなかその正確な比較っていうのはちょっとできないんですけれども、このツールを使うとですね、その40臓器全部展開したもので比較をすることができるというふうになっています。でこれは何のために使うかっていうとですね、結構たくさんのデータを解析していくと、ある程度その
やっぱり標的になるのって上位例えば10個とかもっと言うと上位の5個とかもっと言うと上位の 2,3 個とかになったりするんですけど、まあ、それが実際にどういうそのつながりがありそうなのかとか、まあ、仮説を立てていくわけなんですけど、まあ、そんなような時にこういう、ここに書いてありますけれども、遺伝子発現解析などで見出された不詳な遺伝子群の関係性を知るというようなところで、やっぱりなんかこう3つ並べていくと眺めているとですね、こう気づきが得られるようなケースが多いんじゃないかなと思ってこういう機能をつけています。で、発現データ以外にですね、もうちょっとこうこれはなかなかいい機能だと自負をしているんですけど、こういうインタープロとかそのジーンのファミリーの、そういう辞書があったり、ジーンオントロジーっていう遺伝子の機能の辞書があるんですけど、まあ、そういう各個々の、遺伝子についてそれぞれこういうタームとかっていうんですけど、こういうものが機能のその記述が書いてあるわけなんですけど、まあ、これをですね横にこう比較できるビューって意外にありそうでないんですっていうようなこう差分を取れるっていう、このタームはこの遺伝子にはあるんだけれども隣の両隣の遺伝子にはない、だけど遺伝子発現のパターンとしては非常に似てるとかっていうと、あ、多分働いてるところが違うんだろうなとかっていうような、ちょっと、まあ簡単ですけれども、まあ、そんな類推がまずできるわけですし、あとじゃあかぶってるものは何なんだろう、かぶってるところは多分共通な機能を持ってるんだろう、だけど外れてるところはじゃあどういう、なんででもこういうトップ3に来たんだろうっていうのを考えていくと、あ、もしかしたらこんな仮説が考えられるのかなみたいな、そういうようなストーリーというか実際のラボのそのサイクルの中で活用していくと、そういうことができるようになっていくわけです。はい、ちょっと実際物が動かせてないんで、ちょっと非常にいろいろ前後して申し訳ないんですけれども、あとはですね、このデータっていうのは、我々が一個一個その実験をして出しているわけではなくてですね、いわゆる公的なパブリックなデータベースから、こういう正常組織とか臓器にの遺伝子発現データのリファレンスとするにふさわしい、まあ、つまりはその測定サンプルが多くてある程度クオリティがしっかりしているようなものであればもちろんいいんですけど、あんまり数もそんなにないんですが、まあ、そういうものを我々が実際にですね一個一個データベースを検索してですね探し出してきてここに載せています。で、まあ、これらのデータっていうのはもういくら使っても構わないですし、自分の論文の、データにしてももちろん構わない、ちゃんと引用すれば全然それは問題ないんですけども、さらに我々がその FX で提供しているデータっていうのは僕らがある程度少し加工しているわけなんですけども、それをまた二次利用実際に自由にダウンロードしたり自分の論文のデータにしたりとかっていうことももちろん構わないと、まあ、そんなようなパブリックデータの活用例の一つとして構築をしています。はい、ということで、本当はここで実習なんですが、忘れた頃にどうでしょう、ちょっと50人は難しいんですかね、これね。まだ皆さんつながってない、つながってる方いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。あ、でもほんの数人しかいないですね。ちょっと有意識って言ってですね。おかしい。そうか。ちょっとですね、申し訳ないんですけど、YouTube を見ていただくのが一番いいですかね。一応そんなような内容がこの実習の一番では書かれています。もうレフェックスを開いてですね。実際にじゃあ画面中央の組織特異的にある遺伝子を見るの臓器アイコンにカーソルを合わせるとみたいな、これは全部動画でですね紹介をしていますので、ちょっとこの動画ですね、8分ぐらいあるんですけれども、ちょっとこれを見ていただくのが一番現実的ですかね。ちょっと物が動かないところがありますので、基本的にはもう復習用でこの動画を貼っているぐらいなので、まあ、ほぼ同じことはここに書いてあることはですね動画で全部再現できるようになっていますので、本当はね皆さんのターゲット遺伝子を実際に入れてどういうデータが出てくるのかっていうところでちょっとやっていただきたかったんですけれども、ちょっと今回難しそうなので、
ちょっとですね、これを眺めながら5分ぐらい時間を取りたいと思います。5分いらないですかね、3分ぐらいちょっとご覧いただいてですね、 YouTube ですので結構パパパパ飛ばせると思いますので、ちょっと勘どころだけこう追っていただくのでも構いません。で、一応 YouTube の方にもですね、こんな目次がついてまして、自分が見たい部分にこうそこをポチッと押すとですね飛びますので、こういう機能もありますので、これ YouTube の使い方ですけどね、どっちかというとありますので、この辺もご活用いただければなと思います。3分って言ったんですけど、やっぱり先にちょっと行きましょうかね、まあ、とりあえずこういうサービスがありますので、ぜひご活用いただければ国産というか我々作ってますので、でなんか不具合ですとか、もうちょっとこんなのあったらいいんだけどっていうのがあったら、まあ、今日で皆さんにお会いしたのも何かの縁だと思いますので、忌憚のないご意見をお寄せいただければなと思います。あ、でですね、次のアップデートで実は今その人体の正常組織のみだけなんですけど、次のアップデートでそのいわゆる細胞株とか培養細胞のデータ、元のデータになっているのは理研の横浜にある研究所がやっているファントム5っていうデータがあるんですけど、それがその培養細胞ですとかいわゆる細胞株を、あれはどのぐらいやってるんですかね、600、500、600バーッともう網羅的にやるっていう、こうやんちゃなプロジェクトがあるんですけど、まあ、それのデータをですね、我々の方で、まあ、彼らでもそういうビューは作ってるんですけど、ちょっと彼らはどっちかというと転写因子寄りの見方をするようなビューは作ってるんですけど、我々はこのレフェックスのコンセプトというところの、もうポチポチクリックしていくだけである程度答えが分かるみたいな、そういう単純さで打っていきたいと思ってますので、まあ、そのデータを閲覧できるようなアップデートが今まさに開発しているところですので、まあ、その辺も合わせてご利用いただければなと思います。さて、そういうことでですね、すみません、ちょっと予定が、崩れちゃいましたけど、でもう一つですね、我々のまあ競合サービスと言っていいのか分からないんですけど、まあ、昔からかなりあるサービスで、バイオ GPS っていうのがあります。これご存知の方いらっしゃいますか、バイオ GPS。昔シムアトラスとかっていう名前だったんですけど、まあ、これも結局一緒で、ヒトマウスラットのさまざまな組織や細胞における遺伝子発現プロファイルのデータベースです。で、我々 のレフェックスっていうサービスは4つですね、さっき異なる実験手法って言ったんですけど、 EST と、ケージとジーンチップと RNA シーケンスのデータを見れるのが売りなんです。で、このバイオ GPS で見れるのは、アフィメトリクスのマイクロアレイのデータだけです。だけなんですけど、まあ、いろんなかなりさまざまな組織やエフェクスにはないような細胞株、細胞における遺伝子発現が見れるというのが一つ売りです。なので、ちょっとこの辺をですね、実際に動かしてみましょうということで、ちょっとこの辺の説明はぶっ飛ばします。で、じゃあバイオ GPS を使ってある遺伝子の発現プロファイルを調べる。まあ、こういうことをやってみたいと思います。でこちらは多分大丈夫かなとは思うんですが、こんなようなインターフェースですね、バイオ GPS で。じゃあ簡単にですねやっていきたいと思いますけれども、今回は例でですね、骨格筋の分化決定遺伝子であるマイオジェニックディファレンシエーション1というのがあります。これをじゃあちょっと調べてみましょうというのを例題にしたいと思いますので、ここに MIOD1 打ってですね入れていきますと、まあ、こんな感じで出てきます。で、表示された検索結果の中から ID4654、まあ、なんか似たようなやつが出てくるんですけど、それぞれがこれ今見ると分かると思うんです。生物種が違うんですね。なので今回はヒューマンのデータを見たいので、4654のものを見ます。
まあ、そうするとですね、こんな感じでデータがロードされていきまして、まあ、こういう感じでですね、かなり多くの臓器がキドニーから始まりまして、あのバーッとこう出ていくわけです。でこう見ていくとですね、臓器以外にも例えばテスティス、ライディヒセルとか細胞なんかも結構混じってるんだなっていうのをなんとなく分かると思います。でちょっとこれ画面がですね今小さくて申し訳ないんですけど、皆さんの画面だとこっちに例えばGのこういうアイデンティファイヤー、いろんな各種の ID とかあの名前の情報とかっていうのが出ている画面があって、で下に行くとですね、こんな感じで、いきなりウィキペディアのあれが出ていますけども、英語のウィキペディアのそのある遺伝子のエントリーが出てきます。でも余談なんですけど、英語版のウィキペディアって結構優秀でですね、あの非常によくまとまってます。ご覧になった方あるか、日本語版はちょっとあれなんですけど、英語版だとですね結構こう立体構造から、あのこういう発言の情報ですとかもろもろが結構こうよくまとまってるんですね。であと、こういうリファレンスもちゃんとついててですね、あの下手なあの英語論文を探しに行くよりはここ見ればいいんじゃないかみたいなところもありますので、まあこの辺も使うといいと思います。はい、ちょっと余談でしたが、で、まあ、こういう感じで出てきます。それで何をやるかと言いますと、今4番ですね、やりましたね。で5番はですね、カレントじゃあ、ですね、ここちょっと画面が非常にビジーなので、この辺をピッとするですね、こう全画面というか横のこういうナビゲーションのバーがこうなくなるよっていう、そういう話ですね。まあ、こういうことができます。であとはですね、ページ内のウィンドウは通常のウィンドウと同じようにドラッグによる移動とかができるよって書いてあるんですが、それはですね、この辺を掴むと こんな感じで、まあ、自分が見やすい、例えばこの ID のはこっちがいいよとか、まあ、こんなこともできるわけです。こういう感じですね。それで、ですね、次はブルマの、それいいか。であとサーチっていうふうに書かれたですね、ものがあるよって書いてあるんですけど、これですね、ここにじゃあなんか、自分のこれだけちっちゃい文字でですねバーッと書いてあるので、なかなかその実際私が見たいやつがないんだけどっていうのが結構あるんですけど、例えばじゃあ今回骨格筋なのでマッスルとかってやればなんかそれっぽいのがあるんじゃないかっていうと、こんな感じで色が変わって出てきます。そうするとスムースマッスルとスケルタルマッスルで骨格筋と平滑筋があるんだなぁなんていうのが分かります。でこの辺あの自分の見たいものが見つけられない場合はちょっとこの辺で探してみるといいかもしれません。それが、今7番ですね。で8番はズームのバーを使えっていうことなんですけど、まあ、これ今発言がこう特に、まあ、特にズームしなくてもですね、あのこう見えるようになってるんですけど、この辺のズームのバーというのをこうやるとですね、横軸が発言の量を示してるんですけど、まあ、こんな風に比較をするときにですね、この両者の差はあるのかないのかみたいな話が、まあ、この辺を使うとできる場合がありますが、今回のケースではあまり参考にちょっとならないですね。ちょっとこの辺は本質的じゃないところがちょっと続いちゃうんですけど、発言9番で発言量を示すバーをクリックすると実際の発言強度の値が表示されますっていうのはこういうことですね。 7.25 でプラスマイナスいくつか、こういう感じですね。それでですね、でこれを見てちょっとピンときた方は結構鋭い方で、これほとんど差がないんですね。私は先ほどですね、筋肉に分化するのに必須なその骨格筋特異的遺伝子っていう話をしたんですけど、どこが特異的やねんっていうくらいですね、こう差がないんですね。これちょっとおかしいよねっていう話にもし気づかれた方はなかなか鋭い方で、ですね、じゃちょっとネタバラシをする前にちょっとじゃあこれをマウスに変えてみようということが、10番に書いてあります。
で10番はですね、このちょっと今前後、これ前後しちゃいましたけど、このバーの方のこの上の方にスピーシーズっていうところがありますので、ここを今人ホモサピエンスになってるのをですねマウスに変えてみましょう。するとデータがですねまた読み込まれ始めまして、こんなデータになりました。そうするとですね、なんか全然景色が違うわけです。そうするとですね、あ、スケルタルマッスルで高い、お、すごい、なんかそれっぽいぞみたいなのが出てくるわけです。で、11番ですね、マイオディは、どの組織細胞で強く発現しているでしょうか。もうこれは誰が見ても明らかですね、骨格比で高いわけです。で下の方に行くと、お、なんだこれは、なんか骨格筋の3倍ぐらい出てるのがあるぞっていうのがあるわけです。これがですね、なんか見ると C2C12 って書いてあるわけです。これあの筋肉の研究してる方、研究してなくてもあの筋肉系のに詳しい方はご存知かと思うんですが、これあのもう骨格筋になることが運命づけられている筋が細胞がなわけです。なのでもう骨格筋以上にもうバンバン出てるわけです。なので非常にリーズナブルなデータなわけですっていうのがわかります。ということで、そうすると、マイオディではまあ骨格筋だったり、筋が細胞株で強く発現しているっていうのがわかる、まあ、こういう、まあ、基本的な使い方はこういうデータベースです。なので、まあ、それ以外に自分のご興味あるターゲットの遺伝子なんかが終わりかと思うんですけど、まあ、それを実際に入れてみていただいてですね、あの見比べていただくっていうのが一つあの簡単な使い方の一つです。で、あとこの辺はですね、発現データのちょっと話になるんですけど、その場合によってはプローブセットのプルダウンメニューから複数の項目がって書いてあるんですけど、これは何かっていうとですね、これですね、プローブセットって書いてあって、なんかもう一個あるんですね。でもう一個目を開くと、あれ、なんかさっき の, あの人のデータと大して変わらないというか、それよりもなんか不自然なほどこう整ってますよね、まあ、こういうものがあったりもするわけなんです。これマイクロアレイとかやられた方はご存知かと思うんですけど、なかなかやってない方がですね、これ見ると、あ、なんだ全然発現してないじゃないかみたいなミスリードをあの招く恐れがあるんですけど、これはですね、どういうことだか分かりますでしょうかっていうのが12番の問いです。これはどのようなケースが考えられるでしょうか。なんか分かると思いますか。こうじゃないかっていう、でこういうのをちょっと知っておかないと、そのまま使っちゃうとですね、ちょっと危険な場合があるのであれなんですけど、そうですね、答えはですね、いわゆるマイクロアレイ の, そのネガティブプローブみたいなのがデザインされている場合があるケースは、まあ、こんなような、ケースがまあまああります。でこっちの 先ほど見せた方はもうかなりちゃんとしたプローブがデザインをされていて、まあ、それ以外にも、まあ、あるものとないものとあるんですけど、特にアフェメトリクスのアレイの場合は、まあ、こういうようなデザインされているケースがあるので、必ずしも例えば発現してなさそうに見えたからって言って実際に発現してないかっていうとそうでもないとかっていうのも、アフェメトリクス の, そのアレイの種類によっては結構あったりするので、データを見るときはちょっとその辺気をつけられるといいかもしれません。なので複数のソースを当たってみるっていうのが、まあ、一つ間違いというかミスリードを防ぐ一つの方法ですね。それで、これもちょっと余談になるんですが、例えばじゃあそんなのどうやって調べるんだよっていう話になるわけなんですけども、ですね、ここで一つそこに載ってないんですけど、皆さんの検索窓で GGRNA と検索をしますとこういうサービスがあります、その名もですね、これ統合遺伝子検索 Google などよ、Google、ちょっと Google っぽいですよね。 Google っぽいんですけど名前は Google なんです。あ、ちょっとあんまり受けないですね。これ大体いろんなところでやると受けるんですけど、ちょっと皆さんあれですね、ちょっと真面目な方が多いのかなっていう感じなんですが、これまあそうなんです。でも名前ふざけてるんですけど中身はちょっとちゃんとしたサービスです。でこれ何をやるかっていうとですね、遺伝子を Google のように検索できるっていうそういうコンセプト
なんです。で、あの遺伝子って言ってるんですけど、まあ、これはもうちょっと細かいことを言うと、まあ、こう RNA って書いてある通りで、転写産物トランスクリプトを全部検索する。で、何のトランスクリプトかっていうと、 NCBI のレフセックに登録されている全てのトランスクリプトを全部検索する、そういうものです。なので、いわゆるその何でしょう、ブラストとかって皆さんあのかけたことあると思うんですけど、まあ、それの超高速版と思っていただければいいと思います。で、これトランスクリプトなんですけど、先に言ってしまうと、ゲノムでやりたいよねっていう場合ももちろんあると思います。で、それはですね、我々また作ってまして、 GG ゲノムと打ちます。これゲゲゲノムと言います。ちょっとこれも名前をふざけてるんですけど、あのものすごい便利です。実際この辺ポチッと押してもらうとですね、速攻返ってきます。この凄さが分かる方はかなりあのブラストで苦労された方かなという気がしますけれども、あのこのスピードで返ってくるのは多分相当ないです。それでちょっと、ゲゲゲノムでもいいんですけど、今回のケースだとあの Google の方が良くてですね、でマイクロアレイのプローブからですね、この塩基配列を検索っていうことができるわけです。でそうするとこの辺なんか、あの先ほど見たですね、このアヒメトリックスのアレイはですね、こういう数字アンダーバー AT みたいな、まあこういうようなあの ID の付け方をしているわけなんですけど、まあ、こういうのを見かけたらですね、まあググってもいいんですけど、なかなかあのどうやってデザインされているかっていう情報はなかなか出てきませんが、ですね、ここのググルナの検索窓にそのこの ID を入れてやるとですね、おっとびっくりということで、どの今回調べた遺伝子は、マイクロアレイのプローブってこんな風にですね、複数こういろんな箇所にあのプローブが立っているハイブリダイズするんですけど、まあ、その配列が全部あの一瞬で返ってくるというこうすごいサービスなんです。で、これは先ほどこの ID だけ見てですね、この ID がどの遺伝子を指し示しているかなっていうのは多分世界中でアフィメトリクスの人しか知らないんですけど、すぐ分かるんです。この LAX2 っていうんですかね、こういう遺伝子を、実際にプローブとして見ている。で、かつ例えばじゃあそのプローブとして見てるんだけれども、どこの、箇所を見てるのかっていうと、かなりこうお尻の方ですね、スリープライム側をプローブとして立てているんだなっていうことがもう一発ではあるわけです。で、これを見るとさっきそのネガティブプローブがあるよっていう話をしたんですけど、多分ネガティブプローブをやると、あの若干これがずれてる、ネガティブプローブなんで、あの当たらないようにあの設計をしているっていうのが分かると思った。っていうので、この辺こういうサービスをですね、活用をすると、いわゆる複数の操作に当たらなくても、実際じゃあそのプローブが本当なのかそうじゃないのかっていうのを、まあ、自分の目で判断をすることができると、まあ、そういうようなサービスです。はい、でちょっと話が長くなりましたが、まあ、こういう感じになっております。時間が20分ないんですね、これね。で、バーっといろいろ書いてあるので、まあ、ちょっと細かいこと書いてあるんですけど、まあ、この辺はすっ飛ばしましょう。で、じゃあ実際に自分の、あのターゲットになる遺伝子みたいなのをちょっと調べてみましょうか。でもいきなりこの辺すっ飛ばしますが、19番ですね、サーチタグをクリックして検索画面に戻り、自分の興味ある遺伝子について同様に検索してみましょうって書いてあります。で、まあ、もしすぐにその自分の興味あるものがないよっていう場合はですね、あのいわゆる山中ファクターであるところ の、 あの4因子がこの辺書いてありますけど、まあ、この辺をコピペしてですね、実際にやってみるといいと思いますの で、まあ、でどういうふうなデータが出てくるのかなんていうのを少し実感していただければなと思います。でちょっと 2,3 分時間を取りますので、まあ、こんな感じで、おで、オプト3-4はこれちゃんとした名前じゃないんですね、実は。本当の名前はですね、こういうファウファミリーの こっちの方が本当の名前で、オプト3-4っていうのは実はあだ名なんだっていうことが分かったりします。で、オプトのファミリーはどうなのかっていうと、ああすごい、これは ES 細胞のセルラインですけど、もう他ではもう全く不毛地帯なんですけど、
ES 細胞のセルラインだけで出ている、すごいって、こういうまことが、これ非常に分かりやすい例なんですけど、あのまあまあこう結構こう見るとですね、センシティビティが高いなっていうことがなんとなく分かると思いますので、まあ、皆さんの追っかけている遺伝子等々を調べた時にどういう発現パターンが見れるかなっていうのはちょっと見てみてください。このバイオ GPS はですね、ちょっと下の方に余談って書いてあるんですけど、あの iPhone のアプリもありますので、あのマシンの前じゃなくてもあのちょっとパッと調べたいっていう、なかなかそういうケースがあるのかどうか分かんないですけど、あの遺伝子はどの組織で発現してるのかと思った時にお手持ちのスマートフォンで調べられると、まあ、そういうアプリもあるそうですので、ご興味ある方はご活用ください。大体大丈夫ですか。まあ、そんなにあのこの難しくない、もうパッと入れてパッと結果が返ってくるっていう、まあそんなようなサービスの一つです。で、じゃあすいません、あの駆け足なんですけど、あとですね、まあ一個一個はこう言ったら人海戦術でやればですねいいんですけど、まあ、先ほど申し上げたように、その数十またはもっといくと数千数万の遺伝子が例えば大規模解析をするとですね、ガサッとあの得られるわけなんですけど、それをですね Excel でこう眺めていてもですね、何も答えは出てこないのは皆さん実感としてあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうのをですねうまいことこう自分で例えば意味がありそうなリストを作った時にですね、それをパッと投げればあの解釈をある程度しやすいように返してくれるっていう、そういう素敵サービスがありまして、それの一つ紹介をしたいと思います。それがですね David っていうあのサービスが一つあります。でこういうサービスって、まあ、いくつか複数あるので別にこれが必ずいいっていうわけではもちろんないんですけども、あの手軽さはこれ一番だと思います。で、ですね、これをじゃ早速使っていきたいと思います。でこの辺は今私が喋っているようなことなので、もう興味のことは見てみてください。それでですね、はい、でちょっと準備が必要で、このマイクロアレイデータの準備をします。でこれは元データは NCBI の GEO っていうあのアーカイブのデータベースがあるんですけど、そこにあるパブリックなデータベースデータを使ってます。でこのデータはある実験の前後の2群間で優位に発現が減少した遺伝子群っていうのを私が今回作りました、テストで。まあ、実際よくあるパターンですよね。あの実験2群間対象区と実験区で2群間を比較をして、である片方の方で、発現がかなり著しく減少した、例えば5倍以上下がったとかっていうような、まあ、ざっくりこう分けた実験データなんですけど、まあ、そういうのは結構皆さんやられると思うんですけど、まあ、そういう想定でいます。なのでこの遺伝子マル秘遺伝子リストをですね右クリックして新しいタブで開くか、もしくは名前を付けてリンク先を保存してくださいっていうのはこれですね。別名でリンク先を保存するか、新規で開いて、でこんな風ななんちゃら AT っていう、あでこれピンときた方はあの早速今回の成果が出ていて、あアフィメトリクスのあれだなっていうことが分かるわけです。なのでこれをですね、別名で保存した方は多分テキストファイルが皆さんのデスクトップに落ちていると思います。まあ、もしくはあのこう別で開いた場合はですね、これを全て選択、全てを選択ってやって、でコピーですね、コピーします。でそうするしておいてください。それで、じゃあデイビッドを開くとですね、デイビッドですね、デイビッドを開いてやると、
まあ、こんなようなインターフェースなんですけど、もうここだけですね、スタートアナリシスってあります。スタートアナリシスっていうところをですね押しますと、リストを上げてくれと、アップロードしなさいと言われますので、実際にダウンロードされた方はファイルをここで選んでですねやっていただいても構いませんし、今私がやったみたいにコピーした方はここにペーストはリストとありますから、ここに、ペーストします。そうするとこんな感じで非常にこれだけでリストがアップロードされるわけです。それで、まあ肝心なのは、あとこの ID の ID が何か教えてくださいって言われてるので、そうするとですね、結構こう多種多様ないろんなID に対応していますので、これも一つデイビッドのいいところです。アフィメトリックスのアレイからアジレント、アンサンブルの GUID とか、ジェンバンクのアクセッションズとか、イルミナの ID とか、ビーファムの ID とか、レフセックの ID とか、まあ大体多分ここに外れることはそうないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どれかしら多分使ってると思いますの で、 で今回はですね、この一番上のアフィメトリックス3プライム IVT ID です。でそのままで結構です。で3番目として、そのじゃあリストは何なのか、実際にその興味のある遺伝子のリストなのか、それともバックグラウンドで使う、リストなのか問われてますので、これはジーンのリストの方にチェックを入れて、でサブミットリストをします。はい、でこれで終わりです。解析が終わりましたということで、こんな風に返ってくるわけです。そうすると一つ分かったことがあります。ここにデータが出て、名前が出てきてますけれども、アラミドフシス、タリアナとか出てくるわけです。そうすると、ちょっと皆さん医学部なんであれなんですけど、これ植物ですね、アラビドプシス、モデル植物のアラビドプシスですけど、それのデータなんだなっていうことがまず分かります。で3000個ぐらいのデータだなということが分かります。それでですね、でこれでまあ間違ってなければそれでいいんですけど、まあ、ものによってはこれがうまくリストにマッチしない場合がありますので、そういう場合は作り直す必要があります。はい、それでですね、結果はこのステップ2の方で見ます。でファンクショナルアノテーションツールっていうところをポチッと押しますと、こんな感じでですね、アノテーションサマリーリザルツっていう形で出てきますけれども、まあ、いくつかこうパスウェイで見たいとか、プロテインのドメインで見たいとか、いろいろあるんですけど、まあ、一番いいのはこのジーンオントロジーっていうものを使うのが一番いいです。で、ジーンオントロジーってよく分かんない、よ分かる、知ってるって方いらっしゃいます？ジーンオントロジー、私しれっと話をしちゃってるんですけど、あんまりいらっしゃらない。ジーンオントロジーってよく分からないんですけど、非常に便利で、まあ、こういうのでも使ってるんですけど、なんていうんですかね、その遺伝子の機能を記述するっていうとよく分からない、この説明をするとね全然分かんないんですけど、なんでしょう、信州ってそばが美味しいじゃないですか。そばをその外国人に説明するときに、こうどう説明するかみたいな話をしたときに、ヌードルって言ってもヌードルっていっぱいあるわけですよ。それはパスタなのか、うどんなのか、中華そばなのか、全部マッチするんですよね。っていうのを、例えばちゃんとそば粉から取られてて、色はこういう色で、食べ方、味はこういう味でとかっていうのを、まあ、遺伝子に置き換えていただくとなんとなく分かるのかなという。例えばそれは転写因子の仲間で、例えば核内で働いてとかっていう、いろんなその遺伝子を特徴づける特徴がいろいろあると思うんですけど、それをこう辞書にしてるっていう、まあ、そういう試みです。なのでこれ、その語彙が整理をされているので、その遺伝子がそれぞれどのジーンオントロジーをこう持ってるかっていうのが、こういうようなデイビットを使うとですね、整理をしてくれる。だその3000個の遺伝子を今回サブミットしたわけですけど、それがどういう分類でどういうグループに属しているものが多いのかっていうのを簡単にこういうことができるというふうな、そういう仕組みの一つです。で、まあこれでもまあよくわからないと思うんですが、実際に使ってみると良いと思います。で、一番見やすいのは、この赤く字がついている Go Term BP FAT とか Go Term GC FAT とか、こういうここを見るといいと思います。でこのジーンオントロジーっていうのは、そのバイオロジカルプロセスっていう、その生物学的な機能に関する辞書と、あとセルラーコンポーネントっていう細胞の極材に関する辞書
でもう一つはモレキュラーファンクションっていう分子的な機能の辞書、まあ、これを大きく3つの辞書があって、それぞれの辞書でどこがあの言葉が属しているかっていうのを見ています。なので、まあ、それぞれこの3つを見ていくとですね、こんな感じで結果が出てきます。で、生物学的な機能に関してどういう、辞書の言葉が多かったか、でつまりは 多ければ多いほど多分その今回の投げたリストに一番関係が深いだろうというふうに類推できるわけです。で、バイオロジカルプロセスで見るとフォトシンセーシス、光合成ですね、中学生の理科で習うやつです。光合成が一番トップに来ているわけです。一番多かったのがこれだよっていうふうに言ってます。で、あとも それ以下関係しているようなものが出てきています。で、あとそれぞれ他のものも見てみるとどんなあのタームが出てくるかっていうところなんですけど、セルラーコンポーネント、細胞の極材で見た場合はどういうところが多いかっていうと、プラスチドとかクロロプラストとか、ちょっとこう懐かしいですよね、こういう単語やりましたよね皆さん、こういうところが出てくる。だからこの辺にある遺伝子が、今回の実験でいうと下がった方に入ってる方、どういうことだろうっていうことをちょっとこう考える材料になるわけです。で、モレキュラーファンクションでいうとコファクターバインディングはちょっとバインディングはちょっとジェネラルすぎてわからないんですけど、例えばクロロフィルバインディングっていうとちょっとキーワードになりそうですよね、とかっていうふうに、まあまあ上位から見ていくのが一番あの非常にリーズナブルだと思うんですけど、でここから得られることっていうのは、バイオロジカルファンクションで、光合成に関係するものが出てきましたよ。セルラーコンポーネントについては、プラスチドとかクロロプラストっていうタームが出てきた。でモレキュラーファンクションについては、クロロフィルとかって、でこれらを総合して考えると、今回3000個の遺伝子をのリストを投げたわけですけど、これを多分 Excel で人間がですね1行目から3000行まで目で眺めても、多分この結論出るのには1年かかる、1年以上かかるんじゃないですかね、普通に眺めてても。なんですけど、まあこんなようにわずか5分ぐらいで出てくるわけなんです。なので、まあこういうのをうまく使わない手はないよねっていうところが、まあ我々のメッセージの一つなんですけど、とすれば、ごめんなさい、ずっと僕が喋っちゃいましたが、それは今この実習のですね3番をあの粛々とやってきたわけです。そうすると、最後これあのもう時間もそうないんですけど、生物学的にどういうことが言えるでしょうかって、これマルヒの遺伝子リストって話をしたんですけど、じゃ あのこれちょっとですね下ここ見ちゃうと答えが書いてあるんですけど、どんなデータだったかっていうのをちょっと考えてみる、これちょっとクイズっぽいんですけど、どうでしょう、なんかピンときた方いらっしゃいますか。もう一回おさらいをすると、ある実験の前後2群間で、比較をして、で優位に発現が減少した遺伝子のリスト3000個を今回投げました。で返ってきた結果が、減った遺伝子の、特徴として光合成とかクロロプラストとかプラスチドとか、ちょっとあの中学校の理科で習ったような、まあ、単語が、まあ、よく出てくるわけです、まあ、ここから逆、まあ、本来はこういう使い方しないんですけど、実際、ね、どういう実験をしたかは本来本人は分かってるはずなので、まあ、逆引きみたいな感じなんですけど、まあ、大規模データの解析の仕方の一つとして、まあ、こんなような答えは誰も知らないんだけど、そこから何か特徴を見出すみたいなことをやらなきゃいけないわけなんで、まあ、それの一つの訓練というか、どういうデータだったかっていうのを想像をできるかどうかっていうのが、この何て言うんですかね、生物学的なセンスというか、だと僕は思いますが、まあそういう答えが何かパッと浮かんだよって、まあまあ間違えても全然構わないんですけど、あの試験でも何でもないんですけど、何かピンときた方いらっしゃったらどうでしょう。まあ、なかなかのこう、ね、みんなの前で言うっていうのもあれなんで、まあ、皆さん大体どうでしょう、お顔を拝見してると分かったのかなという感じもしなくはないんですが、はい、ちょっと時間もしてますので、答えを見ていきたいと思います。で答えをポチッと押すとですね、パッと出てきます。
これはこういうデータでした。アラビドプシス、白犬ナズナの植物の植物細胞 と、細胞壁分解酵素を用いて取り除いた植物細胞、まあ、これあのプロトプラストとかって言うんですけど、あの細胞壁を取っ払ったやつですね、を比較をした。つまりはその植物細胞の脱分化、脱分化ってやりましたよね、植物、まあ、今あの、ね、動物細胞もっていう話なんですけど、まあ、まあ今回は植物細胞の話ですが、これも脱分化前後のデータだったわけです。どうでしょう、皆さんちょっとこう思い描いてたのと合ってたか合ってなかったか。で実際にじゃあこの答えを見た時に、あの今解析したジーンオントロジーのリストを見て何か、ああそういうことかっていう、まあまあこれもやっと訓練で、じゃあ今回じゃあ次に自分のデータを投げてみた時に、そうするとちょっと見え方が違ってくるんですよね。このジーンオントロジーのリストを見た時に、自分が知ってるものは多分基地なんですが、なんか知らないタームが上の方に出てきたときはちょっとドキドキするわけですよ。あ、これはもしかしてみたいな。誰も、ね、自分のボスも思いつかなかったようなこうタームが出てきたときにちょっと小躍りしたくなるようなことになるわけで、まあこんなようなその、なんでしょう、大規模なデータ、たくさんのそのデータを解析していくと、まあこんなようなあの思いもよらないデータが出てきたりもするので、あのぜひですね、あのこんな感じで、あのちょっと非常に駆け足に来ちゃって申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じでですね、あの一個一個を見ていくのでも構いませんし、もう少し進んで100個200個とかっていうそういう大きなたくさんのデータを、まあ、こういうデータベースに投げて、検査の結果を返して自分でこう解釈していく、まあまあこういうようなことが、これ全部パブリックのデータで今やってますので、実際皆さんがやられる可能性としては自分のデータに近いデータセットを取ってきて、で自分でちょっとざっくり解析をして、でこうデイビットみたいなので眺めてみる、で自分のデータと比較をしてみる、で共通点は何だろう、違うところは何だろうっていうのところからその仮説が生まれて、まあ、それを実際に実験で検証していく、まあ、そんなようなこうサイクルに組み込んでいただければあの非常に良いかなと思います。であとそれ以外に、バーッと下の方に書いてあるところはですね、実際にじゃあ生データどうやって取ってくるんだとかっていう話は今回やりませんでしたけれども、あの全部生データを検索してですね、取得して統計解析して可視化するところまで、ここで紹介をしていますので、ちょっと興味あのちょっといいなと思った方はですね、この辺やっていただくとさらに上の解析ができるというふうに思いますので、ぜひともご活用いただければなと思います。ちょっと2分過ぎてしまいましたけども、以上です。